千葉都市モノレール、稲毛駅、稲毛海岸駅への延伸構想では、千葉県千葉市稲毛区の穴川駅から同市美浜区の稲毛海岸駅方面への千葉都市モノレールの路線延伸構想について記述する。1976年に千葉市が発表したモノレールマスタープランによって整備されるべきとされた路線である。計画では、東京方面への利便性を踏まえて、 当計画の原案であった、津賀駅穴川駅稲毛駅稲毛地区、ニュータウン駅幕張地区、ニュータウン駅経由の路線を優先的に開業させる計画であったが、当時建設中であった千葉総合への乗り入れを果たすべく、利用客が少ないと想定された穴川駅千葉駅市役所前駅経由の路線を第一期として事業着手することとなり当計画は後回しとなった。 その結果、利用者が伸び悩み毎年赤字を計上し、2004年には、千葉都市モノレール評価、助言委員会より、モノレールの延伸は認められないという、千葉都市モノレール評価、助言報告書が提出されるなど不満が発生していた。2009年には、モノレール延伸凍結派の熊谷俊人が、市長に就任し、脱、財政危機宣言を発表し、モノレールの延伸を凍結したが、 2017年に財政健全化を果たしたとして、脱財政危機宣言を解除し、県庁前駅青葉病院前、穴川駅稲毛海岸駅ルートでのモノレールの延伸を再検討することを明らかにした。それに伴い、延伸の是非を政策的に判断するため、平成30年度の一般会計へと支局より予算要求が行われ、後、 2018年2月に延伸計画が制定されたのが20年前であること、現在の社会を考慮する目的から可決され、正式に平成30年度予算に組み込まれた。検証されるルートは、県庁前駅青葉の森病院館と穴川駅から、稲毛海岸駅までのルートの2路線とされた。5月22日からは、千葉都市モノレール延伸計画再検証業務委託に、 向けての募集が行われ、農立協会総研への委託が決定した。委託期間は2019年2月28日までで、ある。2019年9月4日に、千葉市は、モノレール病院ルートについて、延伸計画を廃止とし、稲毛ルートについては、モノレール導入は行わないことを決定したと、発表した。2018年時点での案は、稲毛海岸駅海浜幕張駅間に、 京葉線が開通したため、モノレールマスタープランと比べて一部区間が短縮されている。この構想の視点となる予定の穴川駅は、稲毛駅、稲毛海岸駅方面へ分岐線を建設する際には1番線、2番線の外側に、機場の増設を可能な構造としている。ありがとうございます。